でね、なんで今回ね、その沖縄じゃねえ、あのオカルトをやろうかっていうふうに思ったんだけど、はい、あの結局さ、もうやることないじゃん。ああ、まあ確かにね、やることないからさ、あのちょっとレンタルビデオでも行こうかなと思って、ほうほう、まあ、借り浮きなんかないんだけど、まあ、見に行って、うん、で下が本屋さんなんですけど、はい、本屋さんってね、あの今あの売れなかった本を何十パーセント引きとか言って売っていいんだの、うん、あ、そうなの、うん、売ってあったんだよ、うん、ムーが、ムーが、うん、はいはいはい、50% 引きって言って、なんとムー、あの皆さん言ってきますけど、結構持ってくんだよ、ね、ムーはね、うん、50% ならいいなって言って、ペラペラペラって見たら、うん、これはもうすぐやんなきゃいけないっていうコーナーがあったんですよ、はあ、なるほど、うん、ほんで、これをやったら絶対みんな喜ぶだろうな、なるほど、でこれがね、もうちょっと過ぎるとあんまり面白くないんですよ、はははは、でも今だったらもう最高に面白いからっていうので、うん、今日これを持ってきたわけですよ、ゲットしてきたわけですね、うん、なんてね、50%オフ、本当だ、本当に、うん、皆さんこれ、うん、サイエンスマガジンですからね、サイエンスマガジンだよ、まあ、オカルトマガジンじゃないです、サイエンスマガジンですから、うん、この中で2月号ですよ、2月号だからもう売れる、誰も買やしねえっていう、もうね、今の 50% で売っちゃう、そりゃそうだよ、マダガスカルの原石とか言ってこんな売ったか売ってような広告出してる本なんか買うかよっていう、ね、マダガスカルの原石人気急上昇、はあ、金運効果抜群、商品名ディープ価格9800円、願望達成一獲千金、ね、生物の本能が目覚めるわけですこれで一攫千金するんだったらみんな持ってるっちゅうねというのでね、はい、こう見てパラ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 見た時に、はい、最高にこれはやるべきだと思ったの、だから俺も実は読んでないんですよ、まだね、まだ読んでないんですよ、でもこれ絶対面白いはずなんですよ、それがね、特別企画、うん、特別企画ムーの特別企画です、はい、東京オリンピック、うん、アメリカ大統領選、うん、激動の国際情勢と日本の未来を占う大予言2020、これもう絶対見たいでしょ今だから読みたいだろ、今だからこそ、ね、この今とんでもないことな、今とんでもない、世界中とんでもないことになってる、うん、今だからこれ読みたいだろ、読みたいこれは読みたい、で俺なんでこれをね、あの先にここで読もうかって思うと、はい、その皆さんと同じように驚きたいわけ、もし当たってる人がいたら一緒に驚きたいじゃん、そうね、確かにね、この人当たってんじゃんって言って、ほんでパーッと見たらね、うん、名前から全部書いてあるんですよ、ほう、その予言してる人の名前が、これを全部読みながら、うん、そのこの人当たってる当たってないというので言ったら、ね、当たってたら絶対すごいじゃん、すごい人ですよね、うん、確かにね、うん、ほんと、わ、これすごいですよ、小野都電とかいう人、いろんな人がいますよ、はははは、大石新京とかいうのいますよ、これを読みましょうよ、うん、ね、東京オリンピックアメリカ大統領選、はい、激動の国際情勢と日本の未来を占う、うん、大予言2020、うん、2019年の日本は予想だにできないレベルの巨大台風と大雨に見舞われ、うん、大きなダメージを受けた、うん、一方で大地震発生の危険性は年々高まるばかりである、うん、さらに近隣諸国との関係も良好とは言い難い状況が続いている、元号を令和と改め、うん、2年目を迎える2020年はどんな出来事が待ち受けているのだろうか、なるほど、絶対コロナって書いてるよな、それはね予言者の、予言者の人たちだから、2月でしょ、うん、いやもうこれはもう絶対書いてるでしょ、絶対書いてるでしょ、疫病で要はとんでもないことになってると、コロナとは書いてなくても、うんうん、まあ、疫病という単語、ね、いうのは絶対ありますね、もしくは病だとか、ね、病とか、あとは東京がね、うん、パンデミックでとか、ロックアウトとかね、うん、そういうのは絶対みんな言ってますよ、みんな言ってるはずですよ、ね、だってあの著名なムーに出サイエンスマガジンムーに出るぐらい出る著名な予言者ですから、うん、それは書いてる、これをその俺は広めたい、なるほど、こういう本物の人たちをいらっしゃいますよと、うん、こういう本物の人たちがいるから、はい、こういう時代だからこそね、この人たちに頼ろうよと、なるほど、はい、安倍晋三は何もしてくれないと、ね、こういう人らをね、信じようよっていう話で、模範としてね、そうですよ、行きましょうということで、皆さんやりますか、行きますか、はい、行きますか、行きますか、うん、はい、トースポーといい勝負でやかましいな誰がサイエンスマガジンだよ、サイエンスマガジンだろ、科学雑誌だよ、学研がやってんだぞ、そうだよ、学研のおばちゃんがお前これ届けに行くんだぞ、ね、今回は UFO だぜって言いながらなんでその恐怖新聞みたいな
バカシャーンムーカアベノマスク来ましたかって来ないの来たんですまだ来てないうちも来てないんですよねまだね、うん、はい、はい、じゃあ行きましょう、はいはい2022大予言もう絶対当たってるはずですよ、はい、いきなり日本の自然災害って書いてあるんですよ、この方はですね、うんあこの方いろいろいますけれども、うん、まあまあ行ってきましょう、まあまあまあ、はい、じゃあ行きます、はい、2月から3月、うん、こ大石なんだ大石新行さん大石新行さん、はいこの方はですね、弦楽研究家弦楽とは各種戦術の前提となる哲学、うん、戦術を支える、戦術っていうのは占いのね、はいはい、を支える理論、うん、その運用技術などの総称であ る, なるほど言ってることはさっぱり分かんな い, んない現在、創成堂において、うん、各種戦術の教授鑑定講演などを行う、うん、近況は随時ブログ弦楽ライフにて発信中なるほど毎朝更新の動画「占いくんと売れないくん」で占い啓蒙活動している売れないっつってんじゃないこの大石新行さんが、はい2020年の自然災害について予言をされています、はい、これは当たってるに決まっていますそれはね、うん、ね本まで出されてますそうです、ね、じゃあいきます、はい大石新行さんです、うん、大石新行さん、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、2月から3月、うん、関東北の太平洋沿岸部で大きな地割れなどの災害が懸念されるそれに伴う建造物の崩壊などで人間界にとっても大きな災害となる可能性が高いが、うん、今回の特徴は動物、家畜、ペットなどへの大きな被害あるいは逃げ出した動物による被害となりそうである、うん、また8月から9月にかけては西日本太平洋側での災害が心配される物理的な被害というよりは情報網の寸断などによる混乱であり安全とされていた地域や避難施設として利用されるはずの場所が孤立化したり、うん、あるいは救出が難しい場所に閉じ込められてしまうといった事態が起こる。なるほど。家畜ペットなどへの大きな被害あるいは逃げ出した動物による被害となりそうである。今だよな。もう過ぎたな、うん、すみません。そんなんあったか。ゾウが逃げたか。上野動物園黒ひょう出し掃除店で思いつかないですけど。だいぶ前の話ですね。そうか。そうか。そうかそうか。まあ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 。出だしですから。出だしですから。これは、はい、あまりにもね、コロナっていうとパニクるから書かなかったのかもしれない。だってここで、ね、あの確信ついちゃったら、うん、あと読まないもん。なるほどね。他の人のことも考えてらっしゃる。今コロナってこれ自然災害だよな。まあまあ自然災害っちゃ自然災害。ちょっと分かんない、ね。まあ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 。はい、じゃあ行ってみましょうか次。はい、はさあ次の預言者の方。はい。小野都電さん。小野都電さん、はい。うん。よろしくお願いします。小野都電、はい。占い教室、うん、都電スクール主催。お。断液、四柱推命、うん、鬼門。これは何だろう、トンコっていうのかな、うん、の入門から上級までの講義に全国から多数の受講者が殺到中。ああこれは結構先生ですよ、占い師のね。先生2019年からウェブスクールも順次オープン予定。なるほど。受けようかな俺。単発でのセミナーも実施中。詳しくは小野都電で検索を。なるほど、ね、ああじゃあマンツーマン指導もしていただきます。してくれますよ、あなたは占い師にしてくれる、ね、それぐらいの能力のある人ですよ。 その人の予言聞きますか、はい、当たってるに決まってるんです。異様な年である。来た。おお来た。期待できます。異様なと、もう異様な年ですよ、うん、異様な年だ。異様な年ですよ。地球のタガが外れたように、うん、地震、火山の噴火、そして火災に水害、竜巻、何が起きても不思議ではない。まあ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 地震は多いですよね。地震多いですよね。この間も結構大きいのは来たしね、うん、雨も結構ね、強かったさ。うん、分かりました、ね。うん、何が起きても不思議ではない、うん、関東と北海道にその予兆が見える。おあれあれこれね、異様な年である、うん、ね、地球のタガが外れ、うん、関東と北海道、あ、何が起きても不思議ではない、
関東と北海道にその予兆が見える、うん、あ、この人すごいじゃない。だってね、北海道がね、今一番に非常事態宣言でしょ。行くよ、うん、時期は3月から6月、うん、そして12月だ、だって。はあ、じゃあまだあれかもしれないですね。はあ、うんうんうん、なるほど、なるほどね。名古屋を中心とする中部地方と九州には豪雨と大きな地震が予想される、うん、ちょっと雨ありましたね。ありましたね、ちょっと大きめだね。あ、あったね、うん、おう、ね、2020年の直後は西に感じたんです。運命をあざ笑うかのように、西はダメ、割と安全なのは北東北の内陸だろうか。北東北ってどこ。北東北だと岩手とかあの辺、山形は東北なのかしら。え、ちょっと待って、北東北だから割と安全なのは北方東北の内陸だろうか。北東北がまずは青森、岩手県ね。岩手県今コロナゼロだから。ゼロですからね、うん、割と安全なのは北東北の内陸。北東北の内陸ね。いずれにせよ、まがまがしい夏になることは避けられない。あれ、この人すごくねえか。怖いよ、怖いよ。この人ちょっと当たってるぞ。結構来てるよね。ねえ、うん、もう一度改めて、うん、小野都電先生ね。これ結構、小野都電先生結構来てる。小野都電先生結構、あの、疫病とは言ってないけど、うん、結構当たってんね。かすってるね、結構ね、いいとこ。これね、俺がね、何がこうちょっと評価してるかっていうと、はい、北東北の内陸だと割と安全なのはっていうことだ、はい、うん、これはね、やっぱりコロナゼロっていまだに不思議だし、はい、ね、あっちから辺少ないじゃないですか、うん、ということはどういうことかっていうと割と安全なんですよ。そうですね、うん、すごいですね。異様な年であるって書いてるもんね、もう最初から、ね、そうですね。もうほんで、何が起きても不思議ではないと書いてて、うん、関東と北海道にその予兆が見えるって、今東京と札幌でしょ。そうですね、うん、おい、小野都電都電先生、やばいですよ。都電先生、小野都電って言い、あ、やったら呪われるかもしれない。いやいや、なんで呪われるんですか。いや、なんか呪いかけられそうじゃない。いや、この都電先生、なかなかじゃないですか。やばいですね。お、皆さんどう思います、うん、ね、いや、続々してる方もいらっしゃるからね。岩手やんけみたいな ね、これすごいね。そうですね、岩手やんけって書いてる。いや、岩手ですね。おー、すごいね、小野都電、うん、すごいですね。それに引っ掛けこの大石信行は何者なんだまあ、ね、大石さんは皇族にちゃんと続けるためにね。なるほどね、私渡しをされてる、はい、じゃあ次いきます、はい、次、小林利昌、うん、結構普通な感じの。1959年東京生まれ。お、学生時代より占いに興味を持ち、うん、タロット、人相、手相などを読習。なるほど、もう独学ですよ。なるほどね。85年に原宿フォーチュンカフェスターでプロデビューし、91年に霊能者として独立。お、割と最近独立されたんですそうか、エスパー小林が教える幸せを呼ぶオーラ開運法、エスパー小林のそうだったのか、あの世の真実だと。エスパー小林さんが今のお名前みたいですね。そうなんでしょうね。まあ、あの霊能者として独立されたと、うん、いう形でちょっと読んでみましょうか、はい、小林なんだっけ、まあ、エスパー小林さん、エスパー小林さん、エスパーではいきます、はい、九州の宮崎から鹿児島にかけての地域と、うん、秋田県青森県は台風と水害に要注意だ、うん、それより危険度は下がるものの、北海道南部にも水害の気配を感じる、うん、大地震に警戒した方が良いのは秋田県知床半島を含む北海道の北東部、三重県、奈良県南部と和歌山県、関東近辺では山梨県、神奈川県、毎年言っていることだが、首都圏直下型大地震が起きる気配は感じない、うん、私は先日還暦を迎えたが、私たちの世界大学が生きてある地位をうわーうぜよちょっとこれはどうがっかりだよね。ちょっとまあざっくりしすぎな感じはありますよね。ちょっと ね、うん、もうちょっと確信ついていただければねあれですけれども、じゃあ行きましょうか、はい、もうこれはダメだ、
もうこの小林なんとかはもうダメだ。エスパーさん、ね、うん、さ、まあ、まあ、次を、まあ、次行きましょう。今のところ誰だ、うん、小野東伝先生。小野東伝先生一強ですよ今。じゃあ行きますよ、うん、高橋キリア先生。お、女性ですね。おお、なるほど、女性の方は。はい、占い師、作家、作家、うん、SF 小説で小松左京賞努力賞受賞。おい、努力賞は大したもんですよ。まだね、だって受賞しない方いっぱいいますから。努力賞ですよ。でも努力賞でも入ることに意味があるから、まず。もうちょっと頑張りましょうってことじゃないの。入賞しただけでもね。そうか。うん、そういうもんですよ。占いと児童書の執筆を中心に活動。うん、近所に、副業占い師武器。副業言っちゃってる。まあ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 、でもね、やっぱ本職はちゃんと持ちましょう。まあこれ全然し、あの、もう期待できないから行きましょう。行きましょう。はい、じゃあ高橋、キリア先生、行きますよ、はい。ジオマンシーで占い。ジオマンシーってなんだよ。まああるんでしょう。なるでしょうね。ジオマンシーで占い。喪失のシンボルを得ました。水のシンボルであり、2020年も水害が懸念されます。台風、長雨などによる河川の氾濫、浸水被害だけでなく土砂崩れ、また地震による津波の可能性もあります。西日本は特に警戒が必要です。何か記念碑的なものが失われるかもしれません。形あるものが失われていくのはある意味では避けようがないことですが、注意予報や警報を聞き逃さず、迅速に避難すれば命は助かります。備蓄品などの準備よりも、いざとなったら身一つで逃げるという気持ちの備えの方が重要です。共通して言えることは、うん、今までみんな水害とか言うな。言いますね。なんかセンスねえな。まあまあ、でもまあ言うてね、まだ4月ですから、うん、5月、4月、はいはいはい、5月ですから、まだこれから分かんないからね、はい、もうまあね、雨季に入ってくるから、これから、はい、うーん、あの ね、じゃあ次いきますよ。だんだん飽きてきたぞ。だって面白くないんだよ、そういう顔は面白いよ、ヘイズ中村。ヘイズ中村さん、ヘイズ中村さんちょっと怖いですよ。お、そうなんですか。うん、ヘイズ中村、うん、魔女、魔術師、うん、占い師、うん、魔術書や占い書の翻訳と執筆を主な活動とする。中学生頃から本格的に西洋未知思想の研究を開始、はい、成人後は複数の、欧米魔術団体に参入し、学習と修行の道に入る。やばいですね。現在は東京都内や静岡県の三島を中心に、うん、直接人と触れ合える講座や対面鑑定を通して活動中。やべえ、お前これ変なこと言ってさ、うん、やばいですよ。なんか呪いかけられたらどうすんだよ。とんでもないことだよ。俺明日カエルになってたらどうする。起きたらね、なんで行こうっつって。タラタタタラタラタタタラタラタタタラ。なんで T シャツに貼り付いてる。なんで T シャツに貼り付く。根性根性と根性。いきますよ、はい、ヘイズ中村、魔女ですよ、はい、魔女。魔女、このおばちゃんもしかして、うん、マドカマギか。だからあの黒ずんだ後ですよね。黒ずんだ後ですよね。汚れちゃって、汚れた後ですよ。これあのプリキュア。エピソードボーナスに入る手前の人です。ヘイズ中村、もうみんなちょっと やってみ。ヘイズ中村検索してみ、マドカマギカが出てくるから。どうします、あのそんなこと言ってて明日カエルになってたら。あーな、怖いな。怖いですよ、ね、うん、人のこと言わない方がいいですよ。あの、私ってほんとバカとか言いながら、うん、あ、なんか俺カエルになってるから、ね、あのこの白いこんなになってたらどうしよう。あれこれね、あのなんか目が赤いのが点々の。そう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 、あとあのビッグドッグがビョーンって出てくるみたいなね。あ、そう、あれとかね、あれ嫌だな。怖い怖い怖い。どこだっけ。ああ、そうか。ヘンジさん、はい、行きます、はい。小中規模の火山爆発が示される配置になった。多数の人命が失われる可能性は低いが、同じ地域に繰り返し起こることが暗示されているので、観光や農業の分野で被害が大きくなる恐れが多い。観光が被害が大きくなるんですよ。観光今あれですからね、うん、大丈夫。火山爆発って書いてるからな。あ、そかなんか、あ、ありましたな。ありましたよね。ありましたな、うん、うん、まあでもあんなのいつ毎年やってますからね。まあね、まあ、だから 小中規模でしょ、はい。大地震は震度5程度で収まりそうだし、うん、台風はそこそこ大型のものが来るが、うん、2019年ほど巨大ではないだろう。なるほど。しかし大地と相性の悪いソードのカードが多いため、うん、これら全てのことに
人工の土地が危険崩れるという警告が加わる。予想外の堤防の決壊、埋め立て地の劇場が基礎を手抜き工事したビルの倒壊といった人災が何よりも心配だ。来いよ窓かカエルにしてみろよ。でもね、いや都市部が今壊滅的になってるから、ざっくりした意味崩れてはないでしょ。だから天災という意味では違うかもしれないけど、ざっくりした枠ではあながちとは思いますね。水害は毎年のように確かに起こってるけどね。水害なんか毎年起こってますよ。そうだね、こいつらずるいな。だからざっくりしたところをとりあえず攻めるんでしょ。ざっくりした感じを、まずはざっくりしたところか、大カテゴリーから中カテゴリー、小カテゴリーって、ここまでやったらさ、うん、俺思うんだけどさ、これ疫病っていうのが一人ぐらいでもいいと思うんだけどな。まあね、まあ、今のところあの小野先生が一番お、まあ近いかな。近いですね、松村清一先生。はい、松村先生、はい、10代よりヘレニズム思想や西洋神秘学に関心を持ち、うん、研究を開始。西洋占星術をはじめタロット、カバラ、アカシックリーディング、水晶、投資、多岐にわたるテーマを追求。現在は都内を中心に各地で精力的に講座を開催しています、うん、松村清志先生でございます。はい、よろしくお願いします、はい、今後日本ではずっと自然災害が起こり続けると思うし、それは地球からすると健康なことで、人間中心の見方からすると不幸なことです。その意味ではホロスコープには特別な兆候が現れないとみなします、うん、土地に定住し土地に依存するという考え方を改めない限りは、いつまでも苦しい状況が出てくるでしょう、地球が宇宙的な領域と同調するにつれて、地球上の環境はどんどん不安定になります、うん、死んだように静かで安定している地球の方がむしろ異常な状態だったと考えると良いのです。もっと身軽になり、大地から独立できるように努力すると良いと思います。何を言ってんだ、終わり。終わりです。終わり、何もなく革新的なものを掴んですな。土地に定住し土地に依存するという考え方を改めない限りはっていうのはちょっとね、うん、それは確かにそうだね、要は東京の一極集中っていうのはどうかって言われてるのと同じだからな。うん、でも違うな、ちょっと絶対違う、もう全然ダメじゃんこの人ら今のとこね。どうなんですか、山下靖子先生。はい、靖子先生、結婚までのカウントダウン、結婚数が人気なんかジャンルが今までの方と全然違ってきてますけども、ね、マヤ靖子のペンネームでトンパの朝バイブル、今日のヒントになるトンパタロットなども執筆。なるほど。2020年も引き続き台風の大型が予測されます。注意が必要なエリアは九州、四国全域及び東海地方。水害、土砂崩れ、土砂ララ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 ラ